黒です。お疲れ様です。です。です。ってことで今日は何ですか。何やるんですか。今日何やるんですか、トシ君。今日は小林克信をドッキリに入ります。ドッキリに入ります。どんなドッキリですか。今日はまずダメだ。ダメだ。むずいわ。言葉が出てこない。慣れてねえもんな、こういうの。まず今日はね、爽やか系 YouTuber みたいな。爽やか YouTuber。 まあ最近、僕らの資材置き場、材料減ってってるじゃないですか。そうだね、ほんとに大きい、大型バッグ組んでるからね。もうそう、材料がないよね。材料、アンチとか手すりとかも全然なくなっちゃってるんで。はい。資材を買う、うん、はい、ここ1週間経ってない、ほんと1週間くらい経ってないぐらいで、はい、300万使ってるから、ね、材料で。マジっすか。ほんとにそれでも追いつかないから、追いつかない。その300万がたかが2日3日でなくなる。はい、やばっ。ほんとの事実。はい、そんだけ回ってるってことなんですか。そんだけ回ってる。まとまった資材を買うっていうことで、はい、どんぐらい買っていいのか、僕らが見積もりを出して、それを社長に OK をもらわないといけないんで、確認を取ってもらわなきゃいけない。はい、まあ、実際決まってるんだよね。大体もうこれぐらいってもう値段は出てるんだけど、はい、まあ、実際社長ってどれぐらい買っていいかなみたいな。ちなみに300万の時も聞いたんですか。聞いてない。あ、聞いてない。300万は聞いてない。あ、じゃあ そういうことですか。そう、はいはいはい、まとまったドカンって買うやつだから一応、もともとドカンって決まった人はもう何千万のお金なんだけども。あ、そうなんですか。いや、実際俺にはさ、社長、あの、いいよ、いくらでもいいから買えやって言っとった。それいくらまで買っていいんかなみたいな。で、前に撮ったじゃん、何千万でも1億でもいいからなる買いよ。はいはい。だから実際どこまで買っていいんかなみたいな、はい、っていうのは検証だよね。検証ドッキリ。検証ドッキリ。値段は出てるんですよね。本当の値段は出てる。これ2,083万。はい、2,083万。2,000万、2,100万。はい、買う、本当に。あ、まあ、ガチで買うんですか。ガチで買う。はい、これは投資もらわないと逆に現場が回らない。そういうことです。やばい。はいはい。ってことで社長に、え、2000万いいですかって聞くんですか。2000万じゃない、検証だからね。検証だから。いくら、いくらまで聞けますか。とりあえずこれ見てほしいんだけど、お決まったどれくらい出すかっていうの、はい、みんな分かるかな、数字がでかすぎて。1070万ですか。全然違う。1億700万。1億で、約で言ったら約1億800万。どこまで一瞬するんですか。一瞬フリーズしそうな気もするんだけどね。億って言われて1億って。何だろうね。7位なの、社長だからさ。まあ、いいですね。楽勝ですね。楽勝でしょ、1億ぐらい、はい、出してくれると思いますよ。本当だよ。いけるじゃん。いくら、何分の1だろうね。今の稼ぎから買ってください。ということでやっていきますか。行きましょう。社長、電話しますか。出るかね。お疲れ。あ、お疲れです。材料の件なんですけど、うん、値段がだいたい決まってきて、うん、いくらだった。1億なんですけど。はい、1億。そうですね、1億700万ぐらい。何平米分かな、お前。大きい現場がめちゃくちゃ決まっとって、それで大体材料数えたら、うん、もう1億ぐらいいっちゃったんすね。いや、そんないかんでしょ、お前。いや、一応材料出したんですけどね、ある程度ちゃんと出せよ、お前。いや、平米数えて、その大何スパー何層みたいなの数えたら、うん、それぐらいいった感じですかね。1億って言ったら、お前そんな何万平米どころじゃないんちゃう。大体それが3棟4棟ぐらい。そんだけの仕事を逆にお前らさばけへんだろ。その期間が長いんですよね。新築が大体1年寝かさなきゃいけないんで。会社に見積もり送らせるよ。ちょっと俺もチェックするわ、一回。ああ、一応、じゃあ持ってった方がいいですかね。いや、持っとんの今。ああ、一応あります。どこの仕事だ、お前。ですね。そんなんやろ、あのとこ。いや、結構なんかもうやっぱ現場が結構溢れてきてるらしくて、もう今もうあのとこ単価は終わんだろう。いや、でもそれなりに結構利益残りますね。利益ってお前、足技買ったら利益になるわ、そこ。材料の値段出んだろ。
すぐは出ないんですけど、やっぱり大きいんで金額が。まあまあ、1年、2年見越して、って感じです。いいんで回収1億なんかできへんって、お前。それ、とりあえず一回もっとこ見るわ。ああ、了解しました。うん、よろしく。次来れる？ああ、すぐ行きます。ああ、了解了解。はい、お願いします。いけるんちゃうか。いけそう、いける、いけそうじゃないか。なんか、半信不疑だな。いけそうな、いけなさそうな。でも本当に1億買ったらもうあれだよね、ふわふわだよね。もともとの2000万をもっと倍ぐらい上乗せられそうね。乗せそうだよね。ちょっとずつどこ使いしますか。ちょっとずつ、それやばい、一番やばい。もう一番確かに。ということで、じゃあ行きたいと思います。はいはい、じゃあ社長のところまで。俺そういうのやってない。じゃあ俺もやってねえよ。なんだ俺は。着きましたね。着いたね。着きましたよ。じゃあ行きましょうか。行きますか。じゃあ僕はいつも通り階段のところで待っとくんで。よし、行きますか。お願いします。一応これが見積もりっていうか値段ですね。マジで1億円だ。そうですね。カズ、あれだよ、年も超えた。もうそうですね、昨日仕事終わってからみんなで結構数出して、うん、はい、水曜計算から全部出して、それをあとはリュウジにこんだけの数が絶対的に必要になるよっていうのは出しましたね。そんなに本当にいる？結構相当ありますよ。もう大きい現場がやっぱもうバーってきて、もう1日に3頭かぶってるような感じですね。もう大きい現場がそんなにかぶっとってそんなに売り上げが上がってないじゃん。最初はまあ買ってないじゃん。売り上げは見てるよ。メール上の一部から知らせも味じゃないわ。バラシがバラシがないです。今賭けが多いですね。あ、でも今後の物件の手なんで、今の売り上げ超のは違いますね。まあ、また それはそれで上がってくるんで。ちょっと今まで買ったのにいい勝負じゃない。いや、でも現状で今だいぶ出てってるんで、今まででも総合で買った1億。いや、そうそれぐらいじゃないですか、本当に。だけど、もう多分本当にドバイに板がないですね。大体新築だったらもう1年寝かしちゃうんで、でも新築は大体もう10棟ぐらい決まってるんで、大きいやつ、もう12階建てぐらいの。すごいでしょ。いや、本当です。聞いてねえよ。いや、話してないです。大きい物件決まってた。決まってます。言えよ。もう、すでに5棟はもう進んでるんで。進行形で。あ、マジ？はい。まだ売り上げも上がってくるんだ。そうですね。はい。で、回収。1年寝かせる？1年寝かせる。半分はもうリースもいいんじゃない？リースすると結局その分引かれちゃうんですよ、その利益から。でも今見越してるとだいたい新築やっぱマンションが多いらしくて、やっぱりどんどん建ってるのが。売り上げのうちあるわ、現場の契約書あんない。まあない。持ってくる予定だったんですけど、ドバに忘れてきちゃって、もうドバのパソコンの中に入ってるんですよ。1億だぞ。そうっすね。アメちゃんじゃねえぞ。アメちゃんではない。アメちゃんではないですね。それ見てからとりあえず半分ぐらい買って、ちょっと半分ちょっと、まあ、すぐいいの。そうですね、もう3月1日から全部で落ちましょう。社長パンツじゃ喋るわ。値段下げるでしょ、これから。一応前回買っているとこからはもう下げてもらってます。もう何パーセント？ 2% です。知れてるの？半分じゃん。半分だ。もう買い取りぐらいの値段になっちゃうって。中古買い取りの値段。じゃあ、ぐらいでしょ。もう一回担当喋ってみるわ。そうっすね。
さんにもこれ聞いてみようよ。まあ、もう一回会ってもいいけど。はい、話しよう。はい、そうですね。一緒に間には入って、はい。話してるんですけど。まあ、急ぎだな。急ぎ。本当に急ぎっすね。わかりました。急ぎっすね。そうですね。急ぎです。はい。かなり、はい、巻きでお願いします。はい。物件が今、大型の物件が多い。ね。そうだな、ね、大型物件多いよな、今。あ、ドッキリこれ。ドッキリだ。カメラを回したら、社長がお金を出してくれるのか。カメラを回したら。いや、いいよ。1億円すぐ出したの。はい。本当に本当ですか。お前のカメラだけど、お前らに言われました。いや、来ましたか、あんなに1億、まあ、1億、お前昨日の電話で俺2億だと思ったら1億でいいか。あ、そういうことですか。数量間違えたな。どういうこと、どういうこと、どういうドッキリ。いや、ほんとドッキリというよりかは、今回はあの検証させてもらいました。何を。実際、リュウジが社長喋ってて、今まで、まあ資材買う、まあまあ買うのはいいけど、まあとりあえず、必要部材だったらもうそんなもん1000万2000万もう最悪もう1億ぐらいもうポーッと買っちゃえっていう話をされるという、うん、まあ、昨日それ状況下で、そうそうそう、こっち2、3000万ぐらいですもんね。買えって言ってもらえって言ってそうそうそうで何回も電話あるの、なんか買っていいですかとか言ってなんか30万ぐらいの見積もりとか送ってくれたら買えって言ってもらえって LINE だけ送れよって言って LINE というかメッセージ、あの、はいはい、システムメッセージみたいなだけは送って、はい、そう勝手には注文できないよ、はい、これ頼みますで、勝手にダウンロードって、はい、100万人は万ぐらいまではいいよって言ってるんだよな。そうですね、スピードが遅れる、返事が遅れるじゃん、はい、で、そう言われたんで、昨日のやつもそう、入っとるじゃん、電話、昨日の話も。え、昨日の電話は本当にあってます。本当に買いたかったんで。本当の資料は本当にあります。本当の資料は。そうそう、昨日の電話は本当に、それは本当です。あ、意味わからん。今回はドッキリやったらちゃんと直せよ。ちょ、意味がドッキリ、あ、ドッキリっていうか、なんか社長、あわよくば、あわよくば社長だったら1億円買ってくれるかな。1000万や、もう2000万は買うの2000でいいよ。それもちょっと予想しとったんですよ。1億って値段を出した時に2000万出したらすんなり買ってくれるって言ってね。じゃあ行って、じゃあ俺まあ喋っとってずっとまあね、あの思ったら、まあまず半分は絶対帰ってくるじゃん。半分、あ、すいません、はい、立っていいんだもんね、はい、盗まれん限りは、はい、でプラスその、まあ、回っていくもんね。そうですね、うん、まあ、リースでなもんで、まあリースよりは買った方がいいんだけど、もうちょっとうちで騙し方が下手だ。もう言ってることがバラバラ、新築決まってますからね。そんなお前こっちこっち来るよな、発注しようし、はい、ジムがやったの俺見てるからな、売り上げ。おかしいじゃん、見とる売り上げとか、8名だわ。そうですね。でも、言ってたんですよ。もし本当に1億円買ってくれたら、ミンツやがらない、いきなり。じゃあ、資材を売って小遣い稼ぎできますね、つって。で、カンタ君が言えって言ってました。何やねん、何やねん。僕、そんなとこ売っても笑いはないぐらいな。ほら、笑おうぜ。そうですよ。あ、マッチングだけね、求人マッチングをもう500社超えまして、今また登録者数どんどん増えて、これで言ったらミッチングなんか2人ぐらい採用決まったとか、ね、1人ぐらいが建物出せれる求人なんで、ぜひ本当にこんな時期だからこそ人まあ損取るし、ぜひね、あの、まあ、本当に何百社って出るんで、ぜひあの求人で希望の方をぜひ見に行ってね、はい、で登録してくれとると、今度ね、俺ちょっと面白い機能を作ったら、建設会社がオファー、いくら払うのオファーっていう機能をつけようと思ってるので、はい、ぜひ職人さんもあの求職者側、ね、はいはい、もちゃんと登録して、登録しずにあの電話だけしようが多いみたいな。あ、そうそう、だからぜひ自分の名前の登録もしてください。はい、お願いします。じゃあグズグズなドッキリでした。チャンネル登録、はい、まあ、チャンネル登録も本当に俺はもう気に入らないよ。もう 25%、30% がやっぱ 50% ぐらいになってほしいなと思いますので、またねー、またねー。